七尾市議会は、石川県七尾市に設置されている地方議会である。2017年10月22日執行当日、有権者数46,153人最終、投票率69.80%定数18人、立候補者数21人2013年市議選で初当選した西川秀信は、 市内の居住自体がなかったにもかかわらず出馬、当選したことから市民団体から告訴され最高裁判決が確定市議を失職した。上記の選挙違反で失職した西川秀信は2017年10月の市議選で当選したが、わずか5ヶ月後の2018年3月に実施される県議補選に出馬表明したものの急遽取りやめた。その直後、 市議選の選挙広報で虚偽記載を行った容疑により父と共に書類送検されたことが判明した。2020年最高裁判所で公民権停止4年の判決が確定した。上記の選挙違反で書類送検された西川秀信は2018年度の国民保険税を1年間滞納し、市役所の督促にも応じなかったとして、 議員報酬の差し押さえを執行された2020年12月10日、杉本忠和が金属バットを持って七尾市役所を訪れたとして、県迷惑行為等防止条例違反容疑で現行犯逮捕された。杉本は2021年3月22日に七尾市議会に出席し、市民や七尾市の名を汚したことは申し訳ないと議員に謝罪した。 報道陣から身体を問われた杉本は、なぜ逮捕されたのかわからないなどと述べ、辞職する意思はないことを示唆した。ありがとうございます。